富どころ、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで本日もわらふじなろうの口弁なろうさんと一緒にやっていきたいと思います。はい、口弁なろうです。お願いします。ね、お願いします。だいぶ暖かくなってきて、もう T シャツで行く感じですか。暖かいです。完全に段階終わりなんでしょうね。段階終わりでちょっとその、アドレナリンが出てる感じが。そうですね、若干ちょっと温まってる感じはもうすでにありますけれども。温まってますね。はい、そうですね。はい、ということで、はい、さあ本日は、ね、まあ、いつも地球ブレイクやってますけど、そうね、今回はこの画面見てくださいよ。これね、はい、まあそらそうかという感じですよ。はい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 、そうなんですよ、今回は、はい、まあね、うん、WBC、うん、ね、侍ジャパン、うん、日本勝ちまして、はい、勝ちました。その、まあ、あの感動をもう一度ということで、ほう、我々でもですね、このプロ野球スピリッツ の、うん、あの、まあ、2022年版のやつであのオリンピックモードみたいなのがあったんですよ。あ、なるほど、なるほど、うん、そこで改めて日本対アメリカ、うん、やっていこうじゃないかと、決勝の再現を、そういうことでございます。なるほど、これ今見てますけど、はい、ヌートがいますよ。そうです、今回僕ちょっとあの、うん、エディットで作りました。あ、作ってくれました。はい、やっぱりね、うん、そのやっぱね、2022年の去年のやつやっぱデータないですから。そうだよね。はい、ちゃんと作ってですね、うん、このオーダーも決勝の、そうなんだよ、オーダー全くね、先発も今永で、そうなんです。で、そのまあアメリカの方はちょっとまあ向こうのそのオリンピックの用のっていうことで、そうね、はい、まあなんかトラウトがいたりはしないけど、うんうんうん、まあまあでも全然全然全然再現はいいんじゃないですか。ワクワクしますよ。ここのアメリカも強いですからね。だからできればやっぱこう、はい、本番のさ、あのスコアに近いようにしたいよね。ああ、だからそのあの炎の投手リレーもやりたいし。なるほどね、うん、あ、うん、ちょっとじゃあ、オーダーでね、今ね、こう今なってますけども、うんうん、まあ、ちょっと栗林がちょっとオフにしてます。ああ、そうかそうか、そうなのよ。で、まあ、一応この投手陣はこの感じで、はいはいはい、ちょっとまあ限られたあれですけど、うんうん、いますね。ダルビッシュも抑えにいますよ、ちゃんと。いいピッチャー陣ですよ、これ見るだけでもうワクワクするけどね。打てないよ、こんなピッチャー。そして野手、うん、野手もちょっとこの登録メンバーが、うん、投手が多いんで、うん、ちょっと控えがちょっとこの4人になっております。すいません。そうか、オリンピックは少なかった。そうなのよ、登録メンバーがね。そうなのよ。そうかそうか。なので、うん、まあこのキャッチャーの甲斐と、ね、うん、牧と、で牧周東は、うん、まあ内外野できますねっていうところでカバーしてもらって、うんうん、そしてまあ代打の切り札山川も、山川いらっしゃいますよ。うん、なるほど、ね、いいですね。でしかもちょっと投球制限も、おお、なんかそういう設定もあったんで、あるんだ。はい、今回まあ80球で、ほう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 、もう交代しなきゃいけないという。それは決勝と一緒なんですか。決勝、あの実際の WBC は多分ね、決勝90球とか95球とかだったじゃん。確かそうだよね、うん、そんなもんそんなもんな、うん、まあその設定もあったんだけども、うん、まあそこ行くまでにコロコロこうね、継投リレーでやっていきたいんで。そうですね、はい、やりましょう、やっていきましょうということで。でこれで どうしたらいいの。これがね、この私とナノ君で、うん、この 1P、2P、うん、協力プレーなんで、うん、僕もこれほとんどやったことないんですけど、うん、キャッチャーをナノ君とか、うん、ピッチャーを俺とか、この逆とか、で打順は交代交代とか。いや、ピッチャーが操作するのは分かるよ、はい、ピッチャーを、うん、キャッチャーを操作するってどういうこと。キャッチャーは要するにサインを出すでしょ。あ、だから球種は決められる。そういうことよ、球種とコースを決めて。 あ、そういうことですか。そういうことです。ああ、もうバッテリーだ。じゃあバッテリーなのよ。なるほど、はい、それだからじゃあ、うん、ピッチャーセンターとかもできるってこと。あ、 そうね、できるか、うん、打ったら今度はどっちかが取って、うん、で中継取ったら今度は逆が。ああ、むずそうだね、これ難しいよ。ああ、そう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 。お、楽しみ。ちょっとこれね、まあ、俺もほとんどやってないんで、うん、ちょっとやっていきましょうか。やりましょう、やりましょう。さあ、じゃあ、はい、早速です。これ、こっち。はい、それです、ね、さあ、あの感動再びアメリカに勝つことができるのか。はい、それでは参りましょう。うん、いやー、ちょっともう痺れたからね、ほんとね。いや、ちょっとね、うん、漫画にしてもっていうぐらいの。そうよ、シナリオですよ。そうね、うん、ゲーム、ゲーム、ほんとゲーム以上の、テレビゲーム以上のものだから、うん、あ、いいね、いいですよ、ジャパン、さあ、これヌートバー。わっ、ヌートバーいますね、USA。 あ、さあ、先行アメリカで。これ、あれ、決勝と同じスタジアムなの。いや、スタジアムは、これは横浜です。横浜スタジアムです。え、決勝横浜じゃなかったっけ。
どちらでしょうか。あのオリンピックの。ああ、そうかもしれないね。そうなの。それはその通りになってる。そうね。球場はね、確かに。なるほどね。これどうしたらいいの。さあ、これ今 1P が俺で僕ですから。じゃあ俺がキャッチャー、はい。こうして。上とか下ですけど。まずは球種だからキャッチャーがこう。こうやってやるでしょ。はい。でバツ。はい。でバツ。あ、もう始まります。え？どれ、どれだったんだ。初回、多分ミーティングさせよ。まず、球種選んで。じゃあ、まっすぐで。うん、で何ボタン？丸かな？丸ってなんだよ。あ、いやいや、X かな、X。X？ はい。X 押せる？あ、じゃあ A だ、A。はい。A で今度コース決めて。じゃあ、この辺ちょうだい。はい、じゃあ、いくよ。うん、はい、ナイスボール。はい、ナイスボール。ナイスボール。球走ってんね。走ってるね。いいよ。どうやら。さあ、頼むよ、キャッチャー。任せてよ。さあ、俺たちジャパンで行きましょう、ちょっとこれは。はい、同じコースで。あ、ここちょうだい。オッケー。はい。ナイスボール、ナイスボール、ナイスボール、ナイスボール。見てきたね、見てきたね。はい、はい、はい。これは。はい、ここちょうだい。あ、さあ、そうだ。さあ、3球目は何か。ナイスボール。ナイスボール。いいよ。走ってんね、どうやら。いいよ、絶好調ですよ。これね、いやもうね、勝負させてもらって。長押しで、うん、矢印長押しで全力っていうのがありますから。あ、なるほど。はい。まあスタミナはねちょっと持ってかれますけど。これ第二球種はどうやって？ね、L かな、LR の。L。R かな？あ、はいはいはい。わかりました。スプリットチェンジャーってちょっとこれ一回もらっていいじゃん。おいよ。これちょっと真ん中低めにちょうだい。真ん中低めにね。はい、おわあ、なるほどなるほど、はいはいはい、さあ、じゃあまっすぐ行かせてもらいますね。行かせてもらいますか。はい、ここ来い、行くわ、インロゴね、はい、はい、そうそうそう、守備守備守備、セカンドセカンドセカンド、俺がやるの、おい、ちょっと。あ、これ俺がやるのか。そうよ、そういうことか。うわあ、やばい、いきなり出たよ、ランナーが。ヤシが、これ打ったら、おそらくこのキャッチャーの人が守備になる。守備。オーケー、分かった。最初は守備。守備怖いな。そう、守備怖いよ。オーケー、分かった。さあ、ゲッツー取ろう、ゲッツー。そうね。うん。はい、ちょうだい。ちょっと。オーケー、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 いいよ、いいよ。いいよ、制球はもういいよ。はい、ここちょうだい。オーケー、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 差し込んでる、差し込んでる。素晴らしい。はい、ちょうだい。いいとこ、いいとこよ。さあ、ショートゴロゲッツーいきましょう。ああ、狙い通り、狙い通り、そしてゲッツー、俺が、イエーイ、素晴らしい。そういうのですよ。いいですよ。ちょっと、いいですよ。あれだったね、ちょっと今後のために言っとくけど、はい、ショート俺が取ったでしょ。ショート取った。で、投げたじゃん。うん。で、今度も俺だったわ。いやいや、俺だったよ。え、俺。俺何 P？ 2 P でしょ。2 P。 え、両方俺じゃなかった。セカンド俺だった。マジで？うん。で、ファーストもお前だったよ。 1 P ってなったの、ファースト。でもセカンド俺だった。すごい白目。セカンド、お、確かこれは倒れんのかと思った。最初に打球そんな追い込んでた。ちょっと俺もそれも確認できてなかったけど。まあでもちょっとやっていけば、やっていけば分かんない。了解、はい、オッケー、いいよ。いいね、いいですね。いいよ。ちょっとアウトハイとかも持ってる。ああ、なるほどね。はい、そうですね。いや、いい。いいよ。はい、ここは三球勝負いきます。いく。ここね。ああ、じゃあ、さあ、ショート、源田。はい、オッケー。お、いいね。いい立ち上がり。いい立ち上がり、素晴らしい。今永。素晴らしい。さあ行きましょう。いいですよ。ブーちゃん作りました。最後っつってね。ああ。みんなありがとう。日本大好き。ありがとうっていうね。独特の声の出し方ですからね。そうね。ちょっとペッパーミルやりたいね、ちょっとね。やりたいですね、ちょっとね。さあ一番。さあ富どころからかな。この。あ、俺からだね。はい、これが1球目。わあ、
球甘いコースバットが出ませんでした。いいよ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 、出塁率高いからね。そうね、うん、はい、はい、ナイス戦ナイス戦、選球眼がいいんですよ。プロで内戦って言ってんのかな、どうなんだろうね。おっしゃ、おい、えい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 、今生まれて初めてよ、俺もこれ今恥ずかしくてできなかったけど、今初めてやった。カメラが回ってるから、こんだけなんか恥ずいね、恥ずかしい、恥ずかしいね、これね。これよく球場に本物持ってるやついて、いやもう一大ブームだったからね。さあ今度これナロ君ね、おい、いいんじゃ、俺いいんじゃない、いいんじゃない、やっぱ近藤だからな。そう、さあランナーは、ランナー俺だ、走った、これいけ、あ、いけないか、いやー、いや、いい、やっぱね、日本が誇る 1、2番ですよ。お、素晴らしい。さあ、さあ、大谷翔平、大谷翔平来ました。富所操作ですね。はい、ちょっとここは、うん、まあ、犠牲ぐらいでもね、そうね、いいからね。まずはもちろんね、先手を取ろう。うん、はい、そうそうそう、ああいうのはね、手出さない方がいいよ。でかいな、うん、大谷翔平パワー C ってなってる。あれ、行ったんじゃない、行ったんじゃない、え、うわぁ翔平やばい、いきなり行った。これやるときって無言なんだね。いやぁ、行きましたか大谷翔平。持ってったね、やっぱ持ってんだね。すげえわこいつ、すげえわ、すごーん。あー、フォロースルーも、あー、いや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 、ちょっとこれは、うん、さあ、吉田さん、吉田さん結局大会通じて三振ゼロだったみたいなんで。あ、マジで、マジですげえんだよ、すごい、打点もすごい。オッケーオッケー、見えてる見えてる、大会史上、大会史上最多、ね、あの R で強振できるからね。オッケーオッケー、うわー、おー、いいよ、さっき強振だった、これ大谷強振だった、むずいな変化球、うん、むずい、あ、いいよいいよ、はいはいはい、ちょっと止まらないね、おい、これもう終わっちゃうんじゃないこれ。止まらないね。さあ来ました村上さん、さあ頼むよ、いや、ほんと村上のさ、足もあると言うよ、そうなのよ、走れるのよ。で、吉田はね、ちょっと走塁は波なんで、そうね、ちょっと盗塁とかね、足で引っかくり回すことできないんで、いや、いい、強振でいくね、やっぱね、あれ、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ、触れてるよ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 、きゃ、あいだ、まだまだ、はい、岡本行こう、調子どれだっけ、で、あの、R ボタン、長打を警戒して、そう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 、そうですか、いいよいいよ、行ったんじゃない、行った、行った、うわあ、俺か、ランナーランやべ、あ、ちょっと、おい、ちょ、やばい、おっせえ、なんでそんな遅えの、おっせえ、なんか、ボタン押してないのかな、これ、ね、何、多分これがホームベースみたいになるから、はこっち走りたいとか、あ、ワイヤったってことじゃ、そうだね、あ、そうなんだ、あ、いや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 、でもチャンスだから、もしかしてうわ、マジか、回すの、ああそうね、それも多分ね、2種類あると思う。いや、あんな走塁国際舞台でやったらめちゃくちゃ叩かれるわ。いいよ、しよし、あー、こうちゃ、よしよし、テスト、やばーだ、テスト、国際舞台強ですか、強ですね、ほんといいですね。ファーストラウンド調子上がんなかったけども、うん、ね、そうね、この牧とさ、山田をどっち使うかっていうのもね、そうだね、あ、最終的にやっぱね、山田を使いましたね、それが当たって2回出塁で2盗塁でしたからね、さあ源田、さあ源田似てるな、骨折してんだよ今、源田はもうね、軽打で、これ山田走りチャンスいっていい、これ、いや、いっていいよ、なるほど、
行けよ。ちょっと待って、それ今日壊れちゃった。頼むよ。あ、次行くわ。来た。うわー、いやー、いいね。いけるじゃない、走れじゃない。どうやって回すの、どうやって回すの、わからんわ。オーケー、オッケー、オッケー、まあいいわ。で、今、今度ピッチャーが足上げた瞬間、この上ボタン押したら走れるから。上ボタン押すだけなんだ。うん、オッケーオッケー。上ボタンでかもう一回取る、俺していいじゃん。していいよ。源田はね、来たよ。遅いな。え、押してこう走った後どうしてるの。いや、もう何もしてない。何もしてないの、うん、え、ちょっと、ね、あれなの、このゲームが発達しすぎてさ、うん、この今操作してる人の足の遅さとか反映されてる、うん、持ってる人のここが伝わってとか伝導されてるのない。バレてない、バレてない、バレてない。俺が足すごい遅い。源田のちゃんと総力で生きてる。マジで、うん、なんさあ、こコナミにまでバレてるんですか。コナミにバレてるんだ。さあでもいいよ、初回から。はいはい、ちょっといろんなね球種も投げてもらって、ね、余裕ができてるんでね、点差が。はい、あと守備だよね、うちがね。そうですね、うん、はい、ちょうだい。そうですか、コントロールがいいね。今長いいな。これもね、全然遊び玉じゃないのよ、今年くん。おい、粘るじゃない。はい、ノーボール2ストライクです。そう、あ、さあ、なるで俺か。オーケーオーケー。危ねえ、うっしょ。一歩目押せよ。危なかった、今遅かったね、ぼーっとしてたわ。はい、はい、カットボールも切れてるよ。いいよ、外にもらおうか。系統で行くからもどんどん全力で行っちゃっていいかもね。なるほど、そうか。うぃあっという間にツーストライクです。全力か、長押しか。はい、行くね、高め行くね。おいよ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 。はぁ、うわぁ、センターの前、狙われたか。狙われたな、ちょっと今のはさすがに読まれた感じです。単調でした。あー、ちょっと単調だったね。反省ですね。反省点です。ヒットでランナーは1塁に置いています。さあ、でもこれゲッツ、はい、いけるよ。そうなのよ、来たよ、ほらほら、ちょっとほら、ゲッ、いけた。いやいやー、うわぁ、今のサードだった。いや、ちょっと難しいとこだったね、今ね。難しいとこだったね、うん、ちょっと任しちゃったね、名手に。そうね、さあさあさあ、さあもうちょっと引き締め、引き締めていこう。ね、引き締めてか全然言えてなかったけど、うん、集中だ、集中、集中、マジでマジで、うん、いいよ。さあ、どこ行く。中村のリードも良かったもんね。良かったね。あ、あー、いい、いい、今は打てないよ、あれは。あそこ決めるんですか。結局外のチェンジアップ好きだな。俺大好き。あ、ありますよね。好みが出るよね、これね。出ますよね。うん、まっすぐだな、まっすぐ。おで、そう、アウトハイをちょうだい。アウトハイ。ぐらいで。うわぁ、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 危ないよ。怖がらずに。なるほどね、ここちょうだい。うわぁ、行くぜ。うわぁ、うわぁ、こわっ、こわっ、レフト。うわぁ、これ中継出てないの。中継、まあ、中継また、あと、あ、R、 R ね、うん、R 押せば中継までいける。牙向いてるな。向いてるね、うん、今永。いや、このゲッツー終わりたいね。終わりたいです、これは本当に。そうですね、さあ気をつけていきたいエルナンデス、打席に入っています。うわ、振ってくるな。全員振ってくるね。ね、はい、あ、いや、いや、一気に5点入れたから余裕かなと思ったけど、やっぱ強えな、ね、ちょうだい。これが3球目。うわ、どうだ、今度、今度、タッチ
まあ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 、ちゃんと押せなかった、あれだな、押せなかった R2 がまあまあいい、ちょっと一つずつ行こう。そうそう、オッケーオッケーオッケー、まあ点差はあるから、うん、ジャクソンね。そう、ジャクソンね。はい、いいよ。そうそう、ここで切ろうね。その、打たれてはないから。そうそうそう、うん、なんだかんだで。これが2球目。ショート、ショート、うるせえな。オッケー、いいよ。試合としてはね、試合としてはいいですよ、うんうん、悪くないですよ。あ、このベンチでさ、飲んでる選手が飲んでるようなさ、うん、体に悪そうなスポーツ。いや、体にいいだろ。特茶にしちゃった。あの、巻き切れですね。どこに売ってんだよ、あれ。さあ、中村もバッティング今回良かったよね。良かったね、うん、打ってたよ、うん、ここじゃない、あー、よし、あー、いいバッティング。中村っぽいよ、中村っぽい、いぶしぎな感じの ね、 ですね。さあ、ヌーちゃん、ヌートバル頼むよ。さあ、行こうか。はいはいはい、どうですか。うわー、いい、で、抜けた、抜けた、オーケーオーケーオーケー、おい、今回してるけど、それでいいのか、これ。あ、いいんじゃない。さあ、さあ、今度すごい打ち合い。投手戦だったね、実際投手戦だったけど、あんなに引き締まった試合だったのに。中南米の試合だよ。プエルトリコ、プエルトリコ対ドミニカ共和国。Okay、これじゃあ俺はヌートバーがランなんていいのかな、俺がそうかと思う。そうだと思う。まあ、ニキがそうか、俺だからそうか、そうだね。うわ、入ってる。ん？取ってる方じゃない。ええね。フルカウント、ピッチャー逃げ。さあ、こけ。そう。よいしょ。そう、いけ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 。いい。いけ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 。すごい。ゴーゴーゴー。いや、やばい。やばい。短いか。うわー、やばい。肩いいな。肩いいな。肩がいいな。とにかく。いやでも広げた。さあ、翔平、大谷、ホームラン打ってますよ。これはもうね、狙えるでしょう。行っちゃいましょう。新人バスト打ちたいな。うわ、いい。はいはいはい、うまい。あ、いいよ。繋いでみました。繋いだ、はい、さあ、行きたいね、行きたいね。いや、すまん、あれ、やばい。マジか、あれ、ちょっとやっぱインハイ詰まらされましたね。そうね、ちょっと、うん、まあまあいいですよ、取り返しましたから。いや、オッケーオッケー。ついちょっと0点抑えよう。これどうする、今永2回までだったんだ、決勝戦変えよう。統合にする。統合にしよう。わかりました、はい。いや、と全然統合じゃ誰でもいいよ。いや、まあちょっとそれ通りやってみる。それ通り行ってみる、うん、よし、投手答え、はい、投手変えたら。ああ、なるほど。まあ、じゃあちょうどいいか。さあ、じゃあ東郷、うん、東郷もね、2イニングいいピッチャングでしたよ。まだ若いね、なんか臆することなくね、そうなんだよね、ガンガン攻めていったよね。やっぱね、フォークが通常してましたよ。そうね。あ、これでピッチャーとキャッチャー逆になってるから。そういうこと、今度は鳴子が投げる。これ、え、これ何、 A 下、うん、で来たところで、こうね、あ、そう、はい、フォークちょっと投げて、はい、あ、いいんじゃない。 OKOKOK、 じゃあ X かなんかで、あ、 Y か B か、はい、はい、最後攻めていきましょうよ、ガンガンと。そうそうそう、えい、よいしょ。ああ、いい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 よ、いいですね。もう一球、ちょっと低めで、低めで、はい、よし、ああ、いいよいいよ。
声出して投げるから。ドロップ、ドロップカーブ、はい。はい、はい、素晴らしい。はい、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 はい。見せちゃう？見せちゃう？見せちゃう？見せちゃうか？驚かしちゃう？世界を驚かしてください。はい、し、はい、それ。気持ちいいね。気持ちいい。手玉ですよ今。ボール、はい、はい、初球手出してくれたらラッキー。いい、ね、初球、うん、そうか、今度打ったら俺が守備ってことだね。そうね、はい、はい、よし、わあ、いいとこ、いいとこ、いやらしいとこでしたね今のね。そうね、うん、お、はい、はい、はい、うわっ、汚れか、間に合え、間に合え、これいけるよ、これいけるよ、あー、やばい、おーい、やばい、なんじゃい、やばい、バッターランナーは3塁まで進みました。バイバイ、オッケーオッケーオッケー、やっぱむずいね、むず、外野守備むずいな、守備むず、なんか動きもやっぱこう、なんかこう、テキパキしてないんだよな。そうね、うん、まあ、いいよ。ヒットでランナーは三塁に変わっています。はい、あべ、ちょっと、うわー、怖っ、はい、うわー、これはどっちだ、タッチアップか、うわー、ぶねー、あぶねー、あぶねー、いやー、外野むずいだろ、守備むず、怖いよね。もういいです、ツーアウトです。よし、じゃあここで切ろう。そうね、ここで切っていこう、お願いします。はい、なるほど、そうですか、くらえ、あー、いい、いいボールだ。いいよ、戸郷、自信持てよ、お前が悪いんじゃないよ、立てづらいことだって。はい、さあ、2球目は何か、うわ、あ、でもこれ取れる、これ取れる、オッケーオッケー、ほら、意外とだよ、そうね、うん、アメリカ、あ、いい、全然いいんじゃない。戸郷に関しても打たれてないから、そうね、ちょっとライトが下手だったけど打たれてないから。さあ、村上様、今日はもう本当に思うような展開、一振りで取り返してやる、なるほどね、一本いっちゃおう、欲しいね、そろそろね、うん、はい、いいよ、行ったんじゃない？行ったんじゃない？オッケー！ああ、怖い怖い怖い。危ねえ、ギリだ。いるいだ。オッケー。日本、ノーランナーしますよ。師匠かね、師匠が打つよ、師匠が。いやー、やべえ、なんかさっきから詰まってる。かっこ悪い。ピッチャーか。折れたんじゃないかっていう。まあでも、まだ得点圏にランナー置いてますから。ここで点を取っておくことが大事ですね。いやー、そうなんだ、そこ入ってんだよね、意外と高めの部分ですね。うわ、これも入った、あー、危ない、オッケーオッケー、今のでかいな、これランナー俺か、そう、うわーしゃ、すくい上げた、いけいけいけ、走んな方がいい、これアウトになる、よしよしよし、オッケー、ヤクルトで1点返したでね、そうね、素晴らしい、よし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 、いいね、打線が強い、盗塁なんだっけ、怖い、押し上げる、うん、上、ちょっと、はい、次いきます、いけ、ゴー、盗塁、盗塁するのダメだな、遅いの、テストがどうなの、ね、うわー、いやー、今いい守備だったな、それぞプロでしたね。まあでも取り返した、取り返した。取り返した。じゃあこれ初回の5点を除けば互角だから、ね。本当だね。うん、ちょっと気を引き締めて。そうね、意外と。うん、立ち上がりをねうまく攻めたけど。まだ東郷でいきますね。まだ東郷でいこうか、じゃあこの回。はい。ここは慎重にいった方がいいでしょうね。うん、そうですね。
おっしゃる通り先頭打者ね、うん、ナイス岡本、ナイスガッツ。さあ里崎さん、この後のピッチングどのようなところに注目しましょう。まあそうですよね、攻撃陣が点差を広げてくれてますからね。ああ、いい、いいよ。なるほど。さあしっかりと守っていきたいところ。よし、うわっ、いった、うわ、危ねこれでマルチヒット。うわー、打ちますね。ちょっとブルペン用意してるからね。オッケー。いや、ゲッツ欲しい。はい、いいよ。オッケー。牽制もあるからね、牽制もね。牽制ね、オッケー。ナイス牽制。はい、よし、はい、いけ、キレがありますね。はい、変化球が決まっています。ここでうちで引っ掛けるか、詰まれ、よっしゃ、オッケー、岡本、いける、よーし、よし、素晴らしい。これでかいよ。三振トリック、まずはストライクトリック、フォークショーで、ワンアウトになっています。あー、いい、上原張りの、いいね、 OK。 うわー、これセンターは、センター、 OK、 よいしょ、よし、いいよ、守備良くなってきたよ、良くなってきた。バッターボックスは8番、さあここ抑えよう、先ほどの打席でちょちょいと抑えようよ。そうね、うん、低め、2アウトになっています。よし、うわ、やべ、パール、うわ、危ねー、すごい低め、こいつ得意だな。そうね、すくい上げるな、こいつ。よし、はい、よし、はい、よし、ツーストライクです。いいよ、きた、三球で終わりだ。いいとこ落としたよ。よし、ここ、これで終わりだ。イエーイ、ちょっとだいぶ外れたな。オッケー、いけるね、いけるね、うん、これで終わりだ。落ちる球、打たんねフォークケアしてるね、やっぱね。いや、でもこう、信じよう。うん、なるほど、いいと思うよ。うん、今度こそこれで終わりだ。イエーイ、リーアウト、いい、ランナー出ましたが絞ったみたいな、うん、臓器みたいになってる。いや、今のよかったね。いや、うん、いや、これで東郷仕事した感じするね。さあ、これか。さあ、中村、出ようよ。へい。まだ4。赤星さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていく。わあ、ツーシームがちょっと変化するね、手元で。相手が苦しいですよね。確かに。おい、失投が多くなってきたよ、うん、ガルシア、うわー、うわー、いいとこ合わせたけどね。あー、良すぎた。ちょっとメキシコのサンドバルっていうピッチャーめっちゃ良かった。あー、良かったね。左にもね、遅いんだけど、なんかね、そうコントロールもいいし、よっしゃー、えい、いいですね。思いのがやっぱなんか恥じらいもあるね、これ。そうだね、やっぱペッパー見るね、うん、さあ近藤つなごう。ああ、いいよ、ちょっとね、これ走るのやめとこう。キャッチャーがいいんだ、これ肩が、うん、これは出しませんよ。いや、うまい、いやー、うまい、うわ、おしゃ、これはうまい。必ず 1、2番が出るね。ああ、さあ、そしてつなぎましたよ。来たよ、大谷さん。頼むよ。うひょー、いい、ファールボールにご注意ください。うわ、いいとこ投げたな。大谷も交代したピッチャーが初球打つからね。うわー、うわー、入ってるか。やりましたね、これは。頼む、はいはい、はい、ノーノーノー。2球目は何で来るか。
そこむずいな。早っ、159だって。次が3球目。うわぁ、ツーシーム。よし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 、抜けた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 、いけるか、うわ、いけるのか、これよしよしよし、いけうわいやー、オッケー、どうぞ、やるこれ、今のチャレンジするするしないのね、はい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 、ないのよ、それさあ、10点こうなったら返したいね、この吉田を、うん、いやこれどう、ああ、嘘、ちょっと正面ですか、ちょっと外引っ張りすぎたか、強引に行っちゃった感じですね。なんだこの決勝16アンダー打ってる。どうぞ、ピッチャー変える、もうここはもう余裕あるんで、うん、ちょっと再現させていきましょうか。いきます、うん、誰だったっけ、戸郷の後がちょっと返にして湯浅だっけ、違う、伊藤、高橋か、うん、あ、こっちの高橋だっけ、あ、違う、もう一人の高橋いないか、いないわ、あ、じゃあもう高橋圭司にしちゃう、しちゃおうか、そうね、うん、よっしゃ、はいはいはい、これから5回、これが今度逆ね、またね、また私の方ですね、そう、はい、これちょうだい、いいね、投球ボール、ああいいね、気持ちがいいね、ちょうだい、ホームに気を取られてこれむずいな、あ、いいよ、いや素晴らしい、キレがいい、よし行こう、最後、はい、ちょうだい、球種豊富だな、うん、いやかっこいいボールだな、うわ初球から始めますか、確かに打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます、先頭バッターを出してしまいました、OKOKOK、うん、ゲッツ行こう、ゲッツ、そうね、はい、あそこ越える、うわうわ全然打ったな、全然打ってしまったよ、結構クイックだからむずいな、これバッターランナーは2塁でちゃんと打ってくるな、アメリカ、そうなんだよね、切ってくるね、でもちょうだい、長打を警戒しておかないといけませんよね、オーケー、はい、これが2球目、はい、内へ外れます、オッケーオッケー、はい、打った、やっ、うわー、まっすぐめっちゃ打ってくるな、走ってる、走ってる、いやアメリカ、やばい、まっすぐがすごい捕まる、ね、捕まるな、うん、ゾーンに入れると全部手出せる、そうね、あの赤い得意なとこ行くと全部持ってかれるね、はい、はい、もう完全引っ張ろうとしてるもんだって、そうだよね、こいつほら引っ張ってみろよ、見るのかいちょっとどうしよう、ちょうだい、3球目は何で来るか、はい、オッケー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 、はい、うわー、ナイスボール、よく怖がらずに、そうね、いきました、ワンアウト1塁か、センターフライに倒れています、はい、怖がらずにちょうだい、はい、そう、はい、そう、それでいいのよ、ここは長打を警戒していきたいですよね、そうですね、うわっ、ぬーちゃんぬーちゃん、知らない知らない、めっちゃ打つなこいつら、シングル知らないもん、そうね、うん、引っ掛けろ、よし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 、振ってくんな、はい、そこ怖いな、はい、はい、いいよ、はい、ちょうだい、外から、そう、おい、そうそうそう、いい、はい、行く、うぇー、カットしたじゃん、カットしたね、今のはストレートに遅れてる感じですよね、はい、イエーイ、素晴らしい、さあ、ツアート、
急に感想が違うと。カットボール。ちょっと振ってみようか。はい。次が2球目。おら！うわっ！うわっ！打ちますね。マジかよ。待っていく。セカンドランナー、ホームイン。二塁へ。バッターランナー。まあ今のはもうあのキャッチャーの責任なんで。ああ、まあ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 。全然。はい、それはもうしょうがない。点差縮まってんじゃねえか。縮まってるね。あんだけ打ってんのに。高橋刑事マジか。はいはい、もう怖い、怖がるな、勝ってんだから。そうね、うん、そうはい、2球目は何で来るか。そう、はい、どういうことよ。追い込んだ、こっからよ。ピッチャーズ得意なの、はい、はい、はい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 、パワー A だ。はい、この辺ちょうだい。いくよ。はい、オッケー。勝負弾はこれでいかしてもらいます。あ、わかりました、はい、決めちゃいます。そう、いいよ。いや、よく踏ん張った。あぶねー。じりじりアメリカが迫ってきてんだけど。ちょっとずつ迫ってきてる ねこれ俺か。ただすぐ元に戻します。行きましょう、うん、ガルシア。この後は展開どうなるんでしょうか。オーケーオーケー、見た、はい、シンキングファストがこれね、厄介ですね。なんかね、動くまっすぐだね。わあ、遅いんだよ。そう、遅かったね。遅かったんだ。いいけどね。うわ、これダメか。無理に打っちゃったね。差し込まれるんだよ。差し込まれたね。そうなのよ。カットボールか今の。さあ、テスト2安打ですよ。調子いいよ。うん、強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここだろ。いいですね。さすが、初めて見たね、確信画面。そうそう、確信歩きの。確信歩き、ね、初球でした。あ今この山田の構えの真似かと思ったよ。ちょっと今大会ね、ホームラン出なかったけど、うん、ここでね、うん、1本出しましたよ、うん、でパイの実食べたね、今ね。あ、普通に食ったね、これ、うん、いいですよ、うん、これ佐々木朗希があのチェコのあロッテのお菓子、ね、ロッテのお菓子用意しましたから、うん、OK。 キノコの山、うん、里、キノコの里か、うん、が好評だったみたいです。あ、なるほど、うん、タケノコの里です。タケノコの里か。あ、じゃあキノコの山か。あ、キノコがね、好評だったみたいですよ。あ、そう、うん、優しいよ、チェコの代表ってみんな好きになったもんね。嘘、いいよ、ゲンダですよ、ゲンちゃんの。これ2ついけるでしょ。ゲンダ、これ2つ、はい、オッケー。さあまだまだ荒れますよ。まだまだ試合は動きますよ。動きますよ、これ、うん、これ右打ちしたいな、右打ち。そうね。ほら、うまい。いやー、抜けなかったか。まあまあ、でも進塁進塁。さあ、頼む。雄平が淡々と仕事するね。マジで最初、回一本でいくのかなと思ったけどね、うんうんうん、状況に応じてとかさ、うん、ヌーチャー頼むよ。いや、いいよ。い 今めっちゃ良かった。今のはな、捉えたかったな。いや、OKOK、よく見た。ヌーチャー、ね、今のはね、引っ掛けると思います。そうね、そうね、うん、選球眼もいいからね。これよ。そう、よかったけどな。いや、うん、今回中村雄平がレギュラーだったってことなんだよね。そうだね、うん、大事な時は有名だったんですよ、うんうん、でもなんかラストの大谷と中村のこの組み合わせは初だったんでしょ。らしいね。ね、受けるの初めてだったんだ。ね、あのブルペンでも受けてないから、ね、それをよくラストにさ、そうなのって思わなかった。それ、ね、思った、ね、あ、そんなことあんだって思ったよ。裏でみんな受けるんじゃないんだね。うん、いいですよ。ちょっとね、実際の WBC よりも、もう打ち合いで、うん、ジャパンがリードしてますけども、うん、だいぶ普通にお菓子食べてるのがいいですか。いや、いいです。これ今ダイジェストのね、前半のハイライトやっぱさ、
ちゃんと高いモチベーションでゲームやるとさ、うん、ハイライトめっちゃおもろいよ、ね。そうね。本当にちゃんと振り返れてる。うん、これ良かったねみたいなの出るんだからね。すぐに反撃に出ます。得点圏に2人を置いて、2番近藤、フルカウント。今、2点を追加します。1対6だっけ ?1 対6とかね。うん、あら、ルマンドもあって。どうですか。僕は源田の1ミリみたいなのが出たからね。出たね。俺あれ、何回も VTR で見た、スローで見てたけどさ、うん、あ、セーフだなって思ったんだよ。うん、ほんと。どこで触ってたんだろうみたいなさ。あ、そうね。うん、そうそうそう、俺もセーフだと思った。分かんなかったよね。さあ、高橋君、変えようか。変えようか。うん、で、今6回だっけ ?6 回。あれ、あ、じゃあいないピッチャーになってるな。湯浅投げなかったっけ。湯浅投げてない、決勝。投げてないっけ、うん、あ、大勢もいないね。あ、そう、大勢がいなかったんだ。大勢が7回だったから。そっか、7、8、9、そっか、そっか。あれ、高橋のダウト誰だ。伊藤か、伊藤だ。あ、伊藤だ、伊藤、伊藤。あ、伊藤だ、伊藤、伊藤って。伊藤、伊藤。全然感染してる人の感情で全部やる。選手というよりはプレイ。プレイヤーじゃないよ。歌ったみたいな。そっちじゃない。ちょうだいよ、スライダーちょうだいよ。あ、俺か、ピッチャー。これかい、これかい。お色陣。これかい。あ、それよ。それさえもらえばもういいのよ。テスラも、テスラも、そうですか。いや、はい、オッケー。B、B か Y、はい、オッケー、行こう。さあ、ちょうだい。一発目ちょっと見せてやれよ、アメリカチームにスライダーを。これが本当のスライダーだ。いいね、いいよ。やっこさん、腰抜かしてやがるぜ。ちょっとこの外、ちょっとボールになる、はい、それは見せてあげようよ、これ。これだ。あ、ダメ。よし、ああ、取った。よし、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 よし。今、外野守備。私。私。はい。よし、よし、よし。いや、球種豊富だな。うん、ね。そうですね。はい。うー、どれか、どっちだ、センターか。いいよ。はい、OK。ヌートバーね。いいよ。いや、いいですね。いいですよ。はい、さあ、のびのびこう。おい、なんだ今のスイング。全然もう、ね、合ってないよ。うん、あ、サークルチートちょっと了解です。いや、今、まあ、いい。あっという間にツーストライク。低めが好きなんだこいつ。言ったろうよ、元ロッテのボージ君みたいな。そうね、ボーリックいたね。ボーリック。オラよ。打ちました。うわー、うわー。めちゃめちゃ迷ってた。絶対ショートだと思ったら、カーソルがもう村上だったのよ。マジか。はい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 。いい状況してるよ、ここでこのスローカーブ。そうよ。うん、このスピード差。よっしゃ、ゲンちゃん、ゲンちゃん、頼むよ、ゲンちゃん。はい、オッケー。よし、久々にゼロがついた。久々ですね、うん、ちょっとやっぱ締まってきました、締まって、そう ね、うん、すんごい試合。俺か、うん、さあ、まだこれちょっとね、安心できる点差じゃないんで。そうなのよ、うん、ガルシア投げるね。ね、結構な、うん、こっちじゃない？いや、うまい。絶好調。こっちじゃんって言った。こっちじゃないって。こっちじゃない。さあ、翔平大谷。さあ、行こう。ショータイム見たい。ショータイム。見たい。はいはい、頼む。見せてあげます。ちょうだい。ショータイム。はい。ショータイム。いや、ちょっとね、あ、ちょっとなんか荒くなったわ今。ちょっとなんかね、ちょっと雑だったよね。雑だった今、うん、
ポール際行っちゃうよ、ポール際。おい、ロジン。ロジンなんかしちゃってさ。スプリットあったの？改めてお聞きしますが、バッターボックスの吉田。来たんだよ。ああ、うわ。抜けた。よし。間に合うね。よし。さすが。さあ来ました。お願いします。ありがとうございます。お膳立てありがとうございます。めっちゃ力入ってる。頼むよ。いや違う。でも行けないんだ。それはやだ。そうか。師匠が。そうね。うわ。泳いでも持っていけるからね。うわ、やだ、ちった。いやー閉まってきたね。閉まってきた。さあ、そうだ、これさ、今思ったこれ、ね、このゲームさ、大谷のピッチャーってできるかどうかわかんないんだよね。指名打者をピッチャーに変えることができるのであろうか、果たして。要はだって大谷、それは大谷ルールってやつじゃん、いわゆる。うん、それ普通に考えたらオリンピックの時の大谷ルールは入ってないから、うん、できない。できない。DH を、うん、DH の人って守備に回れないんだっけ？回れない。じゃあできないのかな？できない。最終回誰にするんだよ。こんなにいっぱいピッチャー投入してお前。ダルビッシュいんだっけ？ダルビッシュいる。で、ダルビッシュって可能性もね。そうか、最悪2009の再現って、うん、そうそうね、それもね、最後湯浅っていうのもね、なんかね、いや、まあまあ ね、うん、ね、やっぱこうね、そうね、やっぱあと誰だっけ、松井裕樹と、どうする、じゃあ伊藤大海続投でいい、ちょっと一回 見ようか、うん、いや、まだ朗希ってパターンもあるよ。朗希、佐々木いるんだ、うん、あ、なるほどね。じゃあこの佐々木朗希をその仮想大谷にする？する？絶対できないよね。ちょっと分かんない。ま、できないよね。一回やってみようか。だからでも大谷がもう黒になってるから。そうだね。っていうことだよね。大出しくん。そうだね。大谷はこれだよね、もう。あ、これできんじゃない？あ、できない。あ、忘れた。違う。あ、そうなると、そうか。それでさ、ピッチャー大谷とかっているのかな。あ、ちょっと怖いね。でもピッチャー、この2つ登録っていうわけじゃないもんね。いや、無理なんだ、じゃあ。無理っぽいね。まあ、しゃあないよ、それは。そうね。じゃあどうする、ここリリーフ、伊藤でいく。今7回だっけ。うん、そうね、7回がだから、本来であれば大勢だったんだけど、はいはいはい、いらっしゃらないということで。いや、俺、松井も見たいけどね。あ、松井もいいね、うん、松井にしようか、じゃあ松井ゆき、唯一ね、楽天から選出。そうよ。さあ、すんごいピッチャーだからね。背番号13、松井がマウンドに上がります。すごい。一回一緒に飲んだね、松井裕樹選手ね。飲んだね、伊達さんつながりでね。そうだ、いましたね、うん、あったね。あったよね、あれね。ガタイすごかったもん、ね、いや、すごかった。俺ちょっとピッチャーのガタイとは思えないぐらい、なんかね、ラガーマンぐらいのね。うわ、すげえ、えぐ。スライダーフォークえぐ。スライダーも、いや、これ見たかったのよ、やっぱアメリカの地で。そうね、スライダーだよね、やっぱ代名詞ね、うん、そうね。いや、えぐいね。いやー、これ、ね、これはいける。オッケー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 、最高。マジで、でも、はい、ちょうだい。うわー、初球好きだな。おい、そんな打つ？マジかよ。
やってくるね。打つな。いやそう。このアウトローのさ、150強のまっすぐをレフトにぶち込んだ。ぶち込んだね。いやいやいや今のはいい。はい、切り替えとこう。切り替えとこう。ちょっと思い切りちょうだい。はい。はい。そう。はい。オッケーオッケーオッケー。サークルチェンジスラーブ。スラーブちょっと面白そうだな。はい。インコース。手が垂れんだよ。ちょっとこれね、パワー勝負やってもな。ちょっとフォーク見てないな。確かフォーク。はい。いったれ。あーいい。フォークも素晴らしいね。いいよ。どうする？はい、スライダーでもここで勝負します。決めちゃいますか？はい、そう。はい。いやあ、抜けた。すげえよ。もう取れると思ってた。5番ロジャース。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、おっしゃ。どういうリードになるんでしょうか。オッケーオッケーオッケー。ヒットでランナーを一塁に置いて。いいよ。はい。逃げるな逃げるな。はい。来いよ。行ったるわ。行け。うわあ。マジで力勝負全敗だな。全敗だな。すげえなやっぱ。ストレート全部持ってかれてんね。そうだね。マジでストレート怖くて投げれねえよ。ちょっと、これ一本いったらもう1点差だからね。ゾーンにちょうだい、ゾーンの中に。オッケー。はい。オッケー。それでそれで。一旦見せよ。一旦ね。一旦。これ一旦ですよね。はい、一旦です。おお、ちょっと。やっぱ狙ってんだよ。狙ってんだよストレート。はい、ちょうだい。振らねえか。見るんだ。ああ得意なやつやっちゃう。はい。はい。これよ。へいへいへい。ようやく冷静さをね、取り戻したよ。はい。力勝負したいんだけどできないんだよな。そこのちょうだい。いやいくよ。一個ちょうだい。はい、オッケーオッケー。うわ得意なコースいったね。はい、オッケー。ちょっと待って。大丈夫だね。オッケー。はい、バッター勝負ね。バッター勝負。バッター勝負。左だからね。左。はい。そう。ああいい。今度は中にボール球でちょうだい。中にね。よっしゃ。よし。危ねえ。危なかったな。ちょっと狙われてたね。そうだね。まあでもボール球にもらってたんで。オッケーオッケー。点差を縮めていきます。11-7。マジで4点差。さあここから行こう。テスト山田。テスト。さっき素晴らしいの打ってるからね。もう一本ちょうだい。もちろんそうなりますね。はい。打席の中での迷いも少ないんじゃない。アメリカもガルシアしかいねえのか。買えないね。買えないね。なるほど。うわあ、オッケー。バンバン2ストライクです。コンパクトでいいよ、コンパクトで。はい、いやー、ワンアウトです。あーってか調子になくてよかったな。そうね、ライトへのツーベースヒットを放っています。源田出よう、源田出よう、とりあえず出よう。オッケーオッケー、ナイスセン。オッケー、中村悠平繋いでヌートバーに回そう。おいいよ、作ってこう。うん、よく打ったね。低めわずかに外れてボール先行です。いいよ。うまい具合に。いい。あーやばい。力入った。力入ったね。力入った。カーソルがクンって下に行ったね。あれ何なんだろうな。ね、いいよ。いいよ。見てるよ。いやー。
2アウトになりました。マジか。そこでフォーク投げますかね。あんな高めのフォークとかさ、ね、2アウトランナーありません。初球ボール。マジかツーシーム嫌いだわ。ガルシアもうちょっとで、あれじゃない、投球制限。そうだよね、負けてんだ。そう、スタミナもうなかなか投げてんだけど。オッケー。あー出されました。いやここ三者凡退だ。いや、そうか。ちょっと、8回の表、さあ、こっからです。こっからよ。はい、変える？はい、変えます、もちろん。で？ユーダルビッシュでしょ。行っちゃうか。ユーダルビッシュで最後佐々木で行くでしょ。行きましょう。はい、ダルビッシュ。すべての球種が勝負だ。そんなことないよ。それでもなんか今回本調子ではなかったっていうね、なんかね。いや絶対調子悪かったよ、ね、これ、うん。いやー、はい、いいまっすぐだ。スラーブがすごいのよ。うん、暗いよ。あーじゃん。オッケーじゃない？オッケー。さあ行こう。点差は4点、はい、ちょっと初球気をつけよう。初球初球気をつけようね。ちょっとさっきからずっと初球怖いから、ね、やられてるね。ああいいね、慎重だね。初球いいよ、くればくれば。全然ここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。そうか、はい、ああいいね、これ。ああいいね。ああいいよ。はい、食い込んできた。ピッチングフォームもいいな、ダルビッシュは。攻めてこ、攻めてこ。はい、いきます。はい、はい、素晴らしい。いいよ。ダルビッシュだね。いくか、ここか。いきます。いや、ちょっと嫉妬、ね、嫉妬だったよ。嫉妬だったな。これでマルチヒット。毎回先頭出るな。くそ。クラク打ってますよ。打ちそう、こいつ。乗客、とりあえず。これが1球目。いやー、いいよ。いや、低め怖いな。いや、でも強気で。はい、ゴー。さあ、2球目は何か。きっかけろ。よーし。ここもランナーは、まあ、ちょっと動く球。カットボールもいいね。しかも。ゲッツー。ああ、うまい。やりやすいカウントになっています。ゲッツー引っ掛けたいね。まあ、ちょっと外、外。はい、いいね、いいね。さあ、4球目は何か。よし、と、やめだ、やめだ。よし、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 よし。オッケー、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 オッケー。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。おっと、おい、ナイス牽制。忘れてないぜ。いいんじゃない。これが大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫。この辺りはできる。よし、オッケー、オッケー、オッケー、いいですよ。いいよ。先ほどの打席でソロホームランを放っています。ちょっと見せとこうよ。ホームラン打ってるからね。いや、いいね。あー、いい球。得意のボールでストライクを取りました。このここどこどう、この辺とか面白いんじゃない。いいね。今のは切れてましたね。確かにキレがいいように感じますね。このボール2ストライクです。1球ここでちょうだい、1球ここでちょうだい。大丈夫だ、大丈夫、そうそう、ありません。さあ次が4球、ちょうだいよ。あげる。あげる。くれた。オッケー。さすがダルビッシュですね。ダルビッシュ。ずっと入れ込む。さあ、はい。ここで、さあヌートバーからちょっともうね、また。そうね、欲しいね。初回のつもりで。うん。先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。前の打席アウトにはなりましたけど、しっかり捉えてますよね。タイミングは合ってるんで。うわい。ガルシアがわがまま言って、もう満足持ってる。ずっと降りないね。いや、よし、これどう。さあ、ツーいける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 。あれ、ツーいけるよね、ツーいけるよね。おい、けい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 。よし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 。変えたらいいんじゃない、変えたら。
ヒット10本打たれてるわ。あー来た、リベラ、左やっぱ左続くから左ピッチャー多いね、やっぱね、リベラ。さあ4の 4の4、大当たり。はい、OK、はい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 、はい、うわこんなのか、 あるね、やらしいね。4球目は何で来たか、いやちょっと、いいのよそんな、完全にカーソルがクイってなったけどカーソルがクイってなったけど頼むよ、頼むよ。内から来るのやだな。さあ、自らの手で翔平、お前の手でどうだろう。いいですね、貴重な追加点、これでかいよ、これでかいよ、うん、さあ、さあ決めちゃおうよ。そうね、決めちゃっていいよ、うん、どんどん攻めたいですね。ほら、どっち、あ、だめだ、村上様。さあ、強振でいこう、強振で。いや、いいね、これは。あ、いや、ダメか、戻って、あ、戻って、座った大騒ぎさあ、そして最終回です。さあ、行っちゃうのね、朗希ちゃん。はい、行こう。いいよ。さあ、頼むよ、令和の怪物見せつけようよ。これがキャッチャーね。うん、いや、フォークすごい。2種類ともえぐい。スライダーちょうだい。うん、OK、 もう OK、 いけるでしょう。マジでいける。よし、じゃあまっすぐやっぱ怖いよね。スライダーちょうだい。さあ、初球は何か。あと3人だから、あと3人。はい、フォークにして。うわ、カーソルでかっ。おい、ノーボール、ツーストライク。はい、ボールで落としちゃっていいのね。いいよ。はい、これは打てねえわ。いいですね。よし、はい、ちょうだい。うわ、ストレート、カーソル、すごい。うるや、はい、カバー入ってるよ。はい、あと一人、あと一人、あと一人、あ、それ、あと一人。早いのちょうだい。はい、162。全力どうやって、上、長押し。はい、さあ、最後のバッターになるでしょうか。はい、ちょうだい。ほら、おい、いやー三振が良かったけどね、三振が良かったけどね、あーってバットへしょって終わるさあ、まあでも見事、俺たちジャパン、俺たちジャパン勝ちましたよ。いやー、何ちゅうスコアでしょうかこれね、うん、あのね、これすごい楽しいネタじゃない、はい、これ見てる方絶対楽しいと思うんだけど、うん、友達がやってるのみんな楽しかった。そうね、まさにこの感じに、ね、なると思うんだけど、ね、なると思いますよ、これは、うん、これ改めて多分逆にみんなやりたいだろうね、これね、うんうん、ヒーローインタビューは近藤なんだ。近藤ですよ、まあ、今日4の4とかだからね。あ、でも俺が1回近藤したから、5の4。いや、良かったですよ。あ、ちょっとこれは、はい、やっぱ年内ずっとこれ噛み締める感じがするよね。そうだね、うん、まだまだ年内ありますけど、それでもね、でももうこれ配信してる時にもうプロ野球も開幕、そうかそうか、してると思いますからね。あれ、で、今これやってるのがプロスピの2022年度版、うん、そう、2021年のやつなんだけど、データが2022年も更新できて、あ、なるほどなるほど、うん、で多分そう、ちゃんと言うと2021年版だったかな、だからオリンピック、うん、東京オリンピックの
あれ WBC 版というのはまだ入ってないわけだね。そうね。それも出るのかね。そうね。出そうだよね、なんかね。うん。うん、で、これオリンピックモードちゃんとやったら、これエキシビジョンだけど、オリンピックモードやったらちゃんとグループリーグから始まって、うん、ああ、それはもうね。ありますから。うん、楽しいね。ちょっとね、ぜひとも皆さんにもね、やってみて。はい。はい。ということで、結果はね、今回、アメリカと12対7。はい。打ち合いで。すごい試合。これ多分、実際の試合時間だと5時間ぐらいかかる。そうだね。いや、しょっちゅうピッチャーも変えたし。そうね。は、う、い、ん。いや、でも素晴らしい。改めてね。まあ、でも侍ジャパンおめでとうございます。おめでとうございます。ございますよ、はい。はい。というわけで、今回は以上でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。